こんばんは、カレーだ。うろう、カレー、カレー、カレー大好きっ子ことマリサと。最後の晩餐クリームシチューことレイムだ。よろしく頼むぞ。さて、ご飯の話になったわけだが、たまに富豪が金粉を振りかけてご飯とか食べてるよな。金粉、ゴールドだー。今回は自己完結型でしたね。さあ、本日のトレードは12月23日22時頃のトレードなんだぜ。正直このトレード、自信あります。おお、いきなりどうしたんだぜ。だって、自信ありすぎてありえってになっちゃいそうだったから。ちなみにエントリーの根拠はどういうところにあるのぜ。15分足の移動平均線がデッドクロスする。そして、15分足のローソク足が天井付近で停滞している。この2点だな。正直このチャートパターンで負けたことないぞ。思いっきり突き上げてるんですが、それは。わわわわわわわ。このように自信満々でエントリーしても逆行する可能性が十分あるのが FX です。よくよく注意しましょう。さて、高値も更新したが、どうするんだね。もう、ダメポ、マジヤバポ。おお、チャートに霊夢の心の声が。いや、これマジで、撮影のこと考えて、コメント入れたけど気が動転してて、英語のまま打ってしまって、それは気がついていたんだけど、それを直すほどの元気もなかった時の図です。およ、でもなんか15分足が上髭つけて落ちてきたんだぜ。危ねえ、マジ危ねえから、本当に行ってしまうかと思ったから、どこに、給食室に。どういうこと。まあこんな冗談を言えるくらいの心理状況にはなったということだ。それだけ理解してくれたらいいぞ。ふう、ようやく日本語でコメントを打てるくらいには、落ち着いてきたぞ。この上髭はかなり意識されそうだな。逆に言えば、この上髭を回収して高値更新したら上昇トレンドになるな。うむ、いい分析だ。1分足が水色移動平均線よりも下で推移し始めた。これはもう、1分足デッドクロスからの青函トンネルという流れが濃厚だな。これはもう、1分足デッドクロスからの青函トンネルという流れ。1分足デッドクロス完成。これはいけるか。さすがのゴールド、ボラがすごいんだぜ。ジェットコースターみたいに損益が上下するな。これがいいんだよな。さて、ほぼ縦根まで戻ってきたが、一旦逃げておきましょう。お、ずるっと言ったな。ごちそうさまさて、次のトレードなんだぜ。今度は27日、12時頃のトレードになります。クリスマスも終わり、閑散としてきた相場だな。しかし私は挑み続ける。さらなる高みへと登るために、15分足は上昇を示している。しかし、1分足が下落調子だから、ここはショートで少し取りに行くぞ。上位足に逆らうトレード、ちょっと危ない匂いがするんだぜ。そうだよな。重々承知だが、なかなかいいチャンスがなくてな。ちょっとスケベ心が出てしまったか。1分足下降トレンドが根拠だったが、1分足ゴールデンクロスしそうか。あ、レート跳ねましたね。は、なぜ？やっぱり市場参加者が減って、板が薄くなってるのか。むむむ、だとしたらこれは撤退だ。判断が早いな。まあな、年末だし、それほど気張ったトレードもしたくないからな。ほい、次。少し時間を置いたら、しっかりと下がってきたんだぜ。まあいいだろう。そういうこともあるわい。さて、15分足移動平均線も下抜けしてるし、これは正真正銘ショートでいいな。15分足のこれからと、1分足のトレンドフォローにベットしていく形だ。短期的に見たら順張りトレード。ほら、投資家の方々はみんな順張りって言うだろ。だから、このトレードも負けるわけないんだよな。おいおい、それは振りにしか聞こえないんだぜ。はん、何をおっしゃるウサギさん。ここまで1分足が下落トレンドしてきて、私がエントリーした時だけ上抜けするなんて。してますねー。してますねー。マジか。まあとはいえ、このまま15分足のデッドクロス完成するっていう第二の関門がありますから、残念。やっぱり上位足にはかなわないっていうことを私自ら教えてあげますよ。
1時間足とかのトレーダーに上位足の怖さを教えられないか心配なんだぜ。わいいい、落ちてきました。私の勝利、約束された下落。そういえば以前も移動平均線乖離率の話はしたと思うが、この前、ネットで移動平均線乖離率のインジケーター拾って、試してみたわけよ。ほうほう、移動平均線50に対しての乖離率を偏差で出す、みたいなやつなんだが、パッと見ただけでも結構勝てそうな感じしたな。気になる人は、ご自身で調べてちょっとインジケーター表示させてみてほしい。裁量トレードにはなるが、かなりいいポイントから逆張りできそうな気がしたぜ。ただし、自己責任です。何で私？とまあそんな冗談は置いておいて、冗談だよ。いやわかっとるわ。何で私が責任取るんだよ。冗談ですからね。投資は自己責任ですからね。そうだぞ。マリサが責任取ってくれるのは、虫歯になった時だけだぞ。何それ？って、ふざけてる間に、1分足がかなり下落してきたんだぜ。ふむ。やはり私の言う通りだ。これは勝つしかないんだよな。前回の動画でも同じようなチャートパターンが出てて、ショートしたら踏み上げられてたと思うが、本当はこういうトレードがしたいわけよ。前回はなんか知らんが吹き上げちまったが、トレーダーなら、これ、っていうチャートパターンは見つけておいた方がいい。私はこのパターンが滅多は待っている。それが現時点でない人は、すべてのトレードを画像として収めておくといいんだぜ。エントリーした時の画像と、利確した時の画像、データが溜まってきたらある程度見えてくるはずなんだぜ。おお、なかなか一挙前なこと言うじゃねえか。ところでマリサはやってるのか。というところでしっかりと安値更新したんだぜ。さすが霊夢だな。皆さんはこういう風に口だけにならないように気をつけましょうね。さて、それじゃあここら辺で利確しておこうかね。ごちそうさまー。よし、今日もいい調子で勝てたな。それじゃあ早速収支報告行ってみよう。まずまずといったところか、今日は雑談が多かったように見せかけて、かなり重要なことをたくさん話した気がする。この動画は1年に365回見るように、毎日。1日に365回見てくれてもいいんだぞ。いや、動画時間8分くらいあるから、1日終わっちゃうんだぜ。それじゃあ365回見てもらうためにも早めに終わりにしよう。時間も長くなってきたので、本日はこの辺でおさらばしようか。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。